次に大石昭子君。はい。令和新選組大石昭子です。え、会派を代表して給与法2法に共に反対の立場から討論を行います。え、なお立憲民主党提案の修正案は正直一般職の賃上げ修正が優先だろうと思いますが、え、さりとて我が党の総理などの特別職は所得向上の対象外だという考えと大きく矛盾はしないため賛成です。え、給与法2法に関してです。 人事院勧告を踏まえ、一般職機公務員の給与は増額されていますが、民間の賃金上昇は物価高騰に追いついておらず、そのため、官民格差を埋めるということを第一目的とする、人事院勧告を実施する給与法の仕組みでは、公務員の実質賃金も物価高騰に追いついていかないのは当然です。その点を踏まえ、有識者からは、人事院勧告プラスアルファが必要という指摘がなされています。公務員給与は低い方がいいという、これまでのプロパガンダ、 からの転換が必要です。人事院勧告の結果は来年の民間給与に大きな影響を及ぼします。公務員給与が例えば5%引き上げられれば、来年の民間給与もそれかそれ以上に引き上げざるを得ないでしょう。それが賃金上昇を伴ったデマンドプルインフレ、良い物価高への移行なのです。民間労働者であろうが、公務員であろうが、この国の生産、供給を支える労働者であり、そして消費を支える重要な主体です。 岸田総理は公的部門の賃上げを目標を持って行うべき。これに法的、同義的問題はありません。今こそ人事院勧告を上回る画期的な法改正をするべきです。以上の理由から一般職給与法案改正案には反対します。次に特別職給与法案についてです。総理大臣などの特別職については、現状公務員の働き方を奪い、 そして経団連とアメリカの顔色を伺う上級国民の方々がお座りになっていることから、所得向上の対象外とし、従って増額改定には反対します。またこの法案は、万博政府代表の給与引上げが含まれます。これが身を切る改革の実態、嘘の現れ、令和新選組は万博中止を求める立場からも反対します。 公務員給与については、身を切る改革や構造改革の誤ったプロパガンダによって、公務員バッシングのやり玉に上がってきました。しかし今こそ、正規一般職だけではなく、非常勤も含めて底上げし、30年以上続いたコストカット経済からの脱却の第一歩とするべきです。れいわ新選組は物価上昇にすら追いついていない、単純に人事院勧告に従うだけの給与法には反対します。終わります。